まあ、選んだのはやっぱり世界で勝つためにもバランスのいいメンバーとやりたいっていうのもあったし、まあ、プレミアドットエグゼで彼らのプレーを見てたし、まあ、意識のプレーは昔から知ってましたけど、川上さんが得点王だったりとか、まあ、やっぱりそういう各個人のやっぱチームの主力の選手を、まあ、オールスターなんで、せっかく日本もオールスターみたいな感じでやれたらいいなと思って、ね、こういうメンバーにしました、はい、目標は優勝です。もう優勝しか見てないですね。で、まあ、相手が強いのでしっかりやらないと勝てないと思うんで、まあ、急遽こういうすぐ作ったチームなんで、なかなかコミュニケーション不足になったりするところもあるんですけど、まあ、勝負に向けてもっとチームワーク高めていきたいと思います。まあ、僕たち日本人ができることっていうのは、まあ、今いろんなFIBAの問題だったりあるんですけど、まあ、こういうふうに国際大会に出れるんで日本人でも戦えるぞって、まあ、日本人がハッスルしている姿っていうのをみんなに届ければなと思います。